アップル iPad iPad Pro 12.9インチ iPad Pro 12.9インチ iPad Pro はアップルが開発、販売したタブレット型コンピュータである。2015年9月9日、アメリカカリフォルニア州サンフランシスコのビルグラハム、シビックオーディトリアムで開催された、スペシャルイベントセプテンバー2015で、iPhone 6S iPhone 6S Plus iPad Mini 4、Apple TV と共に発表。 同年11月11日に発売された12.9インチのフルラミネーションディスプレイと Apple AQX を搭載し過去12ヶ月に出荷された持ち運び可能な PC の大部分より処理性能が高いと謳われているこのサイズの画面では以前の iPad シリーズの画面のほぼ倍の大きさとなり iOS 9のスプリットビューという機能で iPad シリーズの画面をほぼフル表示で2つ並べて作業することが可能である。ユニボディと一体成形される形で上下の端に計4個のスピーカーが内蔵され画面の向きによってスピーカーの出す音域を変えるなどバランスの良い音声出力が可能となっている。それ以外の基本スペックは前年発表の iPad Air に 同時発表の iPad Mini 4と共通で指紋認証センサーのタッチ ID800 万画素のアイサイトカメラと120万画素の FaceTime カメラを搭載。Wi-Fi は IEE802.11A, B, G, N, A, C に対応し、身元合わせて最大 866Mbps の高速通信が可能となる。LTE は 下り最大 150Mbps TDLTE やキャリアアグリゲーション1枚の SIM カードで複数の通信会社を選ぶことができる Apple SIM にも対応している。Bluetooth は4.2となった。カラーバリエーションはシルバー、ゴールド、スペースグレーの3色。ストレージ容量は 32GB と 128GB の2種類が用意され 128GB のみ。 Wi-Fi セリューアーモデルも用意される。2016年3月21日、256GB 版が追加された iPad Pro の画面スペックを活かすため、専用のオプションが2つ用意されている。ありがとうございます。